このモンスターは草をつかみ前足を伸ばし次の犠牲者を出そうとしています。ズームアウトしてみるととても小さいですね。この虫はマダニ、探索しているんです。探索といってもただそこにとどまるだけですけどね。お昼ご飯がやってくるのを勝利のポーズで待ちわびているんです。マダニの世界でこれは探索行動と呼ばれています。この不気味な虫についてもっと詳しく見ていきましょう。マダニは今匂いを嗅いで周辺の状況を確かめています。とてもお腹が空いているので人間が近づいてくるのを待っているんです。あと少し、もうちょっと、よし、ズボンの中に入り足を這い上がることができました。そんなマダニが住んでいるのは森だけじゃありません。どこにでもいます。都市公園はもちろん、美しい郊外の庭にも。ほぼ見ることのない場所といえば家の中の壁ですね。たまにいるかもしれませんが、おっと、ここに何かがいますね。ズームしてみましょうか。ん？これもマダニじゃない。もっとよく見てください。どうですか？マダニじゃなさそうですね。これはカニグモです。種類は闇色カニグモ。様々な色やサイズのカニグモがいます。このカニグモは茶色いですよね。長い4本の前足と短い4本の後ろ足があります。まるでカニのようですね。名前をつけた科学者もきっとそう思ったに違いありません。見た目もそうですが、動きもカニにそっくり。なんと横向きに歩きます。遠くから見るとマダニのように見えますが、よく見るとそうでもありません。カニグモの体は他のクモと同じように2つのパーツに分かれています。そして科学界ではこう呼ばれているんです。アラチニダ・ハリー・グラブ・マイ・スリッパーなんていうのは嘘ですが、マダニを近くで見てみると胴体が平らであることに気づきます。ご飯前なのでしょう。また少しだけ三角形です。虫眼鏡を使ってもっとズームしてみましょう。カニグモには目が8つありますが、マダニには1つもありません。マダニは足で匂いを嗅いで生活しているんです。なんとも奇妙ですよね。そしてマダニは寄生虫、人間や他の動物たちを餌にします。しかしカニグモは人間の血に興味を持っていません。家の中にいる虫を狩るのです。つまりカニグモが家の中にいるということは、あなたの家に他の虫も忍び込んでいるということ。なのでやつらが家にいるからといってそこまで腹を立てないでください。ただ獲物を追いかけているだけなんですから。また押しつぶすなんて失礼なことはしないでくださいよ。家をきれいに保とうとしているだけなんですから。狩りをするクモなので自ら食べ物を捕まえます。クモの巣を使って虫が通りかかるのを待つわけではありません。黒ゴケグモとは違いますよ。ちょっと話を膨らませすぎました。カニグモはマダニのように虫が十分近づいてくるまで待ちます。そして長い前足を使って獲物を捕まえ食べるのです。だからこそいろんな色のカニグモがいるんですよ。明るい色をしたカニグモは鮮やかな花やフルーツの上で待ち伏せします。茶色いカニグモは木の枝や葉っぱに溶け込むのです。またカニグモも糸を生成しますが、クモの巣は作りません。体にあるつかみ鍵を使って移動するのです。ここで皆さんに質問があります。彼らは華やかな帽子をかぶるのでしょうか？いやいやいや、ではなくて、彼らは有毒なのでしょうか？答えはその通りです。しかし口がとても小さいので、あなたやあなたのペットにかぶりつくことはできませんよ。ご安心ください。しかしカニグモのいとこに関してはそうも言えません。そのクモはアシダカグモ、英語ではハントマンスパイダーと呼ばれています。ものすごく大きくて素早いクモです。口の部分は皮膚を通ることができるので触らないでください。逃げた方が無難です。自然がこの虫を生み出した時、おそらくこう思ったのでしょう。ワニの頭をした蝶々を作ってみよう。見た目はピーナッツだ。よし、できた。なんちゃって。科学者はこの昆虫を
ユカタンビワハゴロモと呼んでいますが、ピーナッツ頭の方が響きがいいですね。ピーナッツの頭をしたこの白老虫はとても大きく、スカンクのように臭いスプレーを放出し、敵を追い払います。翼に描かれた偽の目もそのためにあるんです。ジャングルの中で生き残るのはもちろん強者ですよね。では小さくて弱い場合どうすればいいのでしょうか。それは1、ずっと隠れて生活する、もしくは2、森の中で一番強いふりをして周りの動物を怖がらせる。ベニスズメの幼虫は2番目の選択肢を選んで生きているんです。英語ではエレファントやホークという名前がついていますが、どちらにも似ていませんね。彼らは敵が近づいてきた時スネークモードになるんです。幼虫は亀のように頭を体の中に引っ込めます。そうすると体が膨らむので蛇の頭のようになるんです。偽の目もありますよ。見てください、やっていますよ。蛇のように頭を横に振っているので敵は、あ、じゃあそろそろ行きますってなるんでしょうかね。怖そうに見えますから。ではでは雲の話に戻りましょう。あ、待ってください、どの雲も悪夢のような見た目をしているわけではありませんよ。ハワイに行ってにこやか姫雲を見つけてみましょうか。本物の顔はそこまでにこやかじゃありませんが、柄は間違いなくとてもハッピー。ちなみにこの柄は食べ物によって変わります。辛いものを食べた時どうなるのか見てみたいですよね。おっと、気をつけて、オオスズメバチがやってきましたよ。違う、今度も偽物です。これはホーネットモス。大丈夫ですよ、針は持っていませんから。この虫はスズメバチの動きを完全に模倣できます。素早くぐいっと飛び回るんです。リーフバグがいると全てが明確になります。歩き方や見た目がまるで木の葉っぱ、細かいところまで全て似ているんです。葉の乾いた部分を見せるために端の方には茶色い斑点さえあります。そして卵は種にそっくり。とても素晴らしい変装ですが、一つだけ問題があります。この虫は人生のほとんどを動かずに過ごさなくてはなりません。お昼ご飯を探しにやってきた敵から見つからないようにずっと待機しているんです。そして何よりもすごいのがこれ、動きたい時に風に吹かれた葉っぱのようにひらひらと舞うことができるんです。ゴーストマンティスも葉っぱの模倣が完璧です。ただこの虫はどちらかというと秋の葉っぱに似ています。木から落ちた茶色いくしゃくしゃな葉のように見えるんです。マンティスの体は薄く、色は木の横の水の量や影によります。この虫が隠れた時に探し出すことはほぼ不可能でしょう。木の枝のような見た目が好きですか。そんな人にご紹介したいのが七不思。この虫は木の中に住んでいるのでほぼ動きません。この虫裏庭で見たことある、大したことないじゃんと思っているそこのあなた、ガルガンチュアスティックインセクトってご存知ですか。一番大きいものは人間の背中と同じくらい長いんですよ。このような虫たちは単純な植物のトゲさえコピーし始めたのです。無害な葉っぱよりは間違いなく効果的ですけどね。例えばソーンバグ、ソーンとは英語でトゲのこと、触ったら刺してやると聞こえてきそうですよね。そして敵を追い払うために仲間同士で集まります。一緒になり滑らかな枝をトゲトゲしい枝に変えてしまうんです。空腹な鳥はこれを見て違う枝を選ぶのです。賢いですね。あれれ、なんだか不気味なモンスターであふれかえったパラレルワールドのポータルを閉じ忘れたみたいですね。ここはまだ地球ですが異世界です。東南アジアまたはオーストラリアにいればの話ですが、科学者はこの昆虫をクロスジヒトリと名付けました。ここでは触手の虫と呼びましょう。触手の虫はいつもこの姿をしているわけではありません。通常は蛾のような見た目をしています。しかしパートナーを引きつけようとするとき、下部分から巨大な触手を打ち出します。
蛾は触手を使って毒ではなくフェロモンを噴霧します。メスの蛾を引きつけるいい匂いがする化学物質のようなもの、効果はあるみたいですよ。2012年にハーバード大学の科学者はスリナムのジャングルで60種の新しい虫を発見。主な発見はバッタの目と奇妙な銀色の髪を持つ珍しい虫でした。そしてその虫をトロールヘアーインセクトと名付けたのです。銀の尻尾は敵を追い払うための蝋で、転んだ時にクッション代わりにもなります。朝起きて朝食を食べて着替えたとしましょう。洋服を着る代わりにトーストや卵、ベーコンを体に貼り付けるんです。奇妙ですが、もう少しお付き合いくださいね。バス停に向かっている時、間違いなく鳥につつかれてしまいますよね。これがエメラルドモスキャタピラーのテクニックなんです。虫は花びらを体にくっつけ、その花の上で食事をするんです。なるほど。花びらのスーツが古くなると新しい花びらを見つけます。そして糸を使って花びらをくっつけるんです。毎日着飾れるなんてなんだか楽しそうですね。